はい、ライフ無事エンジンかかりました。で今コンバインの脇に移動してあります。で今日の予定なんですが、今もみすじ中です。多分ゴーっていう音がしてると思うんですが、午前中は、トマツリ君が来てもみすりをします。今水分値見てきたらね、14.9 でしたんで、間もなく止まるのかなと思います。でこちらぐるーっとパンすると、庭から1台も車がなくなりました。なかなかねこんな光景ないんで、一応撮ってみました。こんな感じでね、結構すっきりしてます。で、今日の予定なんですが、戸祭君が来て、もみすりをして、乾燥機開けてくれますので、竹志農場は、コシヒカリがまだ残ってるんですが、もち米を先に買っちゃいたいと思います。その後コシになります。で、もち米が終わったら、この2つ赤い機械が並んでると思うんですけど、その間に今トラクターについてるドライバーハロー、今トラクターの後ろにトラックを止めてしまったんで映せないんですが、このドライブハローをこの2台の機械の間に入れて、こちらの機械、これがロータリーです。ロータリーをつけて、田んぼを耕すと、その後、稲刈りになるかな、どっちが先になるか分かんないんですけど、もち米を1箇所稲刈りやって、その後、ロータリーで、今稲が入ってないところね、稲刈り終わったところを、耕そうかなと、そういった感じに、なっております。でコシヒカリなんですが、まあ6日に なる予定です。もしかするとね、でもヘリ狩りはできないんだよね、持ち買っちゃうから。ヘリ狩りもできないんで、まあちょっとその流れでねどうなるか分かんないんですが、今の予定としては餅を先に買っちゃおうかなと、そんな動きです。じゃあ、ライフに戻ります。でこのライフなんですが、私の知り合いから、ちょっと扱っててねということで扱いました。で車検もあるし、保険もあるんですが、残念ながら車検証がどこを見ても見つかりません。でまあ乗ってもいいんですが、何かあった時に、他県ナンバーですし車検証もないので、お前この車どうしたのって言われた時に、ね、窃盗犯扱いになっちゃいますんでね、まあ自分の家でも乗る車あるし、まああえてこれ乗る必要なかったんで、ずっと扱ってる間放置しちゃったんですが、しばらくぶりに乗ろうと思ったら、乗れませんでしたと。とこの車なんですが、そのオーナーからもう処分しちゃっていいよっていうことなんで、どなたか欲しい人あれば、オーナーに相談して、名返してもいいのかななんて思ってます。まあ、ちなみに、自分の知り合いにもねまだ声かけてないんで、今稲刈りやってるんでね、そんなことやってる暇はないんで、まあ、稲刈りでも終わってちょっと一段落したら、ちょっとその動き、この車をどうしようか、まあ、欲しい人に、乗ってもらうか、まあ、ヤフーのオークションですね、オークションに出すか、まあ、近くに敬愛車っていう、解体業者があるんでそこへ持ってって処分してもらうか、竹下出すの台車はどうでしょうね、まあ、もうちょっと新しければねいいんですけど、まあ、竹下出すでもいらないよと言われるんじゃねえかなと思ってます。ちょっとこの車の行き先は今のところ不透明です。あ、それと今ちょうどね、乾燥機止まりました。多分これで終了してるんだと思います。この後ちょっともみを冷ますのにね、ドライヤーで、温度を上げて乾かしてますので、
もみの温度を下げるためにちょっと1時間か2時間送風乾燥をしたいと思います。じゃあ以上、これで一旦ビデオ止めます。